レンジローバーが届いたので皆さん迎えに行きたいと思います。イエーイ。じゃあちょっと行ってきます。大丈夫ですか？この間終わりの時言って、はい、はい、外出ました、外出ました。ターンある？行きますよ。もうすぐターンです。行きますよ、うん、右手側向いてください。はい、せーの。あーやばーい。しかも、本日はご視聴ありがとうございます。何？レンジローバーさん、このサービスしてるんですか？ありがとうございます。おめでとうございます。やばーい。おめでとうございます。どうですか、エナさん、初対面。うわー、初めて見る。うわー、超新車。全然ね、見てなかったんですよ。なかったの、これが。そうですよね、はい、初めて見るんだよね。やばい。めっちゃかっこいいですね。でかい。でかいですね。でかい。大丈夫かな、運転できるかな。あ、後ろのね、乗り心地がめっちゃ良かったのよ。わー、中もおしゃれですね。シートが可愛いですね。はい、た。ベージュ初めて。めちゃくちゃ可愛いです。すっごい新しい匂いがする。うんうん、新車の革のいい匂いが。そうですよね、はい、よいしょ。で、勝手に、はい、はいはい、あ、それも嬉しい、はい、勝手になるの。わあ、後ろも素敵ですね。いっぱい入りそう。で、ここの段差もですね、ここでボタンで開きます。おお。これ座っても大丈夫？大丈夫です。すごい。めっちゃ座るよな、絶対。絶対座りますね、子供たちも。めっちゃ座るね。これは何？はい、こちらです。そこでできんの最高なんですけど、はい、やばーい。ここのボタン押すとね、もう倒れんのよ。だから、なんかさ、ベッドにしたいときここでいけるってこと。ガッチャンガッチャンみたいなやんなくていいってことだよね。これ以上は倒れないよ。ちょっとなんで、ちょっとなんかクッションとかハイパックやっていただければ。でも全然いいね、ロック。あとは荷物のせ押せです。乗せ押せ。荷物のせ押せ。積み下ろしする際ですね、はいはいはい、車高が、わすごい、すごい、下がって積み下ろしできやすいように。やばー、すごい。こんな機能聞いてなかったぞ。なかったもんね。サプライズ。走るときは元に戻さないと。いや、勝手に自動で戻ります。レンジローバー見て、車来たの。お、誰だ？やばくない？誰だ？誰だ？あ、田畑さん。座りなさいよ、田畑さん。ほら、おいでよ。ほら、ちょっと座りなさいよ。すごいっすね。ここ座ってもいいんだって。めっちゃキャンプとか見せるんですか？しかもさ、これさ、ここボタンをさ、ちょっとね、ここ、椅子が勝手に。一瞬でベッドにできるの。ちょっとあっちに決めポーズして。こっち向いてください。ほら、そこに座って。納車されました。ありがとうございます。なかなか見れないですね。なかなかさ、はい、撮るしかいないから。2つ目かな。うわー、めっちゃかっこいい。そうですね、今エンジン止まってますので、ブレーキ踏んでいただきながらですね、センターの中央のボタンでございます。はい、まずこのじゃ右手のハンドルの部分ですね、こちらが。これは何ですか？これは何ですか？はい、これは何ですか？はい、これは何ですか？はい、皆さん、大丈夫そうですか？やばい、車ですらもさ、はい、いっぱい機能ついてたけど、ほとんど機能を使わずに乗ってて。あ、でもなんか、もったいないな、もっと知ってた方がいいなって思っていろいろ聞いて、はい、難しいね。大丈夫かな？お願いします。ありがとうございます。いつでも連絡ください。はい、ということで、私もちょっと新しい車が来たので、もうこのテスラモデル X と今日でお別れなんですけれど、ちょっとさ、寂しいよね、本当に。なんか寂しいです。ね、5年ぐらいは乗ったんだよね。5年ぐらい乗って、私初めての車がこの車だったから、なんかちょっとテスラ以外運転したことないからすごい不安もあるんだけど、もうありがとう。ありがとう。だわ。
最後のお別れなので。最後のお別れだよね。なんかさ、多分また乗りたいなって思っても、もう多分この車には乗んないじゃん。思い入れ深いね。はい、ちょっとね、ありがとね。ですが、オールブラックから次はガラッとね、雰囲気も変わるから、車のちょっと新鮮な気持ちでちょっと運転しよう。バイバーイ。バイバイでした。さようなら。行っちゃったよ。お願いします。緊張ですね。やばい。ドキドキじゃろー。長いね、前が。長いですか。怖いな。行けますか。こんなの止めれんのかな、駐車場。今行っちゃいましょうか。あ、でも出ましたね。え、めっちゃ緊張するね。新車って緊張しますよね。怖いですよね。そういう問題じゃないよ。本当に運転し慣れてないからめっちゃ怖いわ。やっぱちょっと違いますか。全然違うし、なんかボタンとかさ、うんうん、なんかあの前の長さとか。あ、そうですね。怖いな、大丈夫かな。早く慣れたい。そうですね、ちょっと回数で本当慣れな感じがしますが、これ買った経緯は。そう、これがね、なんか友達と去年かな、去年の春ぐらいにいちご狩り行ってて、その一緒に行ってた友達の旦那さんが、なんかちょっと帰りレンジローバー寄ってもいいみたいな感じで、なんか車買いたくてみたいな。で、見に行った時に、あ、レンジローバーかっこいいなって思って、全然買うつもりなかったのに買ってたんだよね。もうそのすごい。いちご狩りの帰りにね、もうそのまま買って。でもまあ、テスラもさ5年ぐらい乗ってるし、はい、この車が来るのがね1年から1年半ぐらい待つって言われたの、はいはいはい、なんかまあちょうどいいかなって思って、うんうんうん、見に行った日にそのままもう契約して。すごいですね。一生忘れへん。いちご帰り、確かに、いちご帰りの帰りに車買ったの多分一生忘れへん。その時もこの車が新型なので、ね、はいはいはい、新型でランドローバーにこの車がなくって、パンフレットしか見れへんくって、うん、家に1回だけ違う色のこの方を見に店に来てくれたけど、その時乗ってみますって言われて、はいはい、ちょっと怖いから大丈夫ですみたいな感じで乗らずに、うん、乗らずに。じゃあ本当今日が初ってことですもんね。そう、本当にすごいな。なんか内装でエナさんが選んだところとか、こだわったポイントとかあります？テスラがシートもこの外装も全部オールブラックで、初めてっていうのもあったし、どれぐらい汚れるかとかも分からへんかったから、とりあえずオールブラックで買ったんだけどね、はい、オールブラックかこの白にこのベージュもいいなって思ってて、どっちにするかすごい迷ったんやけど、変えた方がいいかなって思ってちょっとベージュシートにしてみた。めちゃめちゃ可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いです。なんかファッションだよね、はい、そのね、おしゃれな感じがすごくあります、うん、あと女性らしいよね、うん、オールブラックよりさ、どこまで汚されるかやよな。確かに汚れが怖いですけどね。あとね、このね、なんか所々にさウッドがあるじゃん、それもなんか大人っぽくって女性らしくていいなって思って、だからなんかベージュ、ウッド、白みたいな感じ、ちょっと女っぽい感じにしてみた、うん、素敵です。とっても可愛いよね。めっちゃ可愛いです。どうかな、リカ、いい感じ。後ろふわふわです。どう、乗り心地良くない。リコどっち側に。いやでもこれは全部理なんやけど、さあ初めだからですよ。絶対に大丈夫です。もうやりたくない。やりたくない。怖い。いけます。はい、ということでちょっと無事納車されたんですけれど、ちょっと家の駐車場とか入れれない。やばい。さっきカズマとタイムズにちょっと練習しに行ったんだけど、10分ぐらいかかったかもですね。でもカズマも、オレオレ、あしたーって、なんかずっと、なんかもうすっごい、一人無理だよね。一人厳しかったですね、あれは。や
だからちょっとまだなんかその楽しく乗れないの、全然なんかドキドキするし、うんうん、ちょっと練習してなんかこう楽しく乗れるところまでは持っていきたいなと思います。とりあえず入れれんのかっていう駐車場にね。そうです、はい、早めにレンジローバーに慣れていただいて、はい、たくさん思い出作っていきたいと思います。ということで今日はこの辺です。バイバーイ。